お久しぶりーふ。本日は生麹を使いました。アインさんは生麹を使いました。生っていうのは生麹、きな、きこうじ、きっとこうじみたいな生麹っていうのかな、これなんちゅうんだろうね。こちらを使いまして甘酒を作ってまいります。と言ってもですね、超簡単なズボラなやり方でございます。割って飲むやつ。夏のドリンク、甘酒、塊がないようにほぐします。はい、沸騰したお湯用意します。これを水で割ります。お水入れてからね。しないであるかね。その時に入電池ないんじゃない、これちょっとやだ。ちょっとなんでこういう時に限ってないのかしら。やば、どうしよう。じゃあお水に沸いたお湯150半々溶かして温度に入れます。その後で大体ね、60度くらいだったらもう入れて OK。 いい感じじゃない。だいたい10時間ぐらい保温します。普通のジャーにセットします。そして蓋をせず、保温します。閉めちゃうと温度が高くなりすぎちゃうので、こうやって菜箸かなんかをかまして口をちょっと開けておきます。何でもいいのでこうやって戻しをして、通気口は塞がずに10時間放置します。保温のままでは明日確認したいと思います。一晩置きました。甘酒完成です。寝ぼけてて取るの忘れちゃったけど完成しました。